まずやっぱりね、そのレジェンドって呼ばれること自体は光栄に思ってますし、ありがたいですけど、レジェンドって言われることはそういうふうにみんながその見てくれて、そういうふうに何ですかね、そういうふうに見てもらえるのはありがたいですし、ありがたいですけど、そこにそれに乗っかってはいけないなっていうか、ここにあぐらをかいてはいけないんじゃないかなとか、自分の中ではもうそれはもうそういうことはないというか、レジェンドでも何でもないという思いでやっています。20年ぐらい格闘技の選手として続けていまして、でパンクラスのチャンピオンに何度か格闘技のすごい経験が一番長くあるというふうに言われますけれども、本当それは何だろう、周りのみんなのおかげでやれてますし、何の経験もない思いで新人の気持ちでやっています。そのタイトルとかそういうのはやっぱりとても誇りに思うんですけれども、何ですかね、まあ、それはもう忘れるように、俺は前チャンピオンだったんだみたいな、そういう思いでいるともうそこで終わってしまうのかなっていうか、成長はないんじゃないかなと。ただそれがゆえに今回のようなヘンゾグレイシー選手とやれるような機会をもらえるっていうのはとてもありがたいなとか、嬉しいことです。